はい、それではガンノートミニスタートしていきたいと思います。今日のゲストはですね、はい、大橋陽平先生になります。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、もう大橋陽平先生はですね、緩和ケア医で本当にもうその道のトップでもあるんですけれども、今回はガンノートの、はい、ゲストということでよろしくお願いいたします。お願いいたします。まあ、はい、ありがとうございます。ちょっと大橋先生のちょっと自己紹介も含めてさせていただきたいと思います。大橋陽平先生、三重県のご出身で今も三重に、でいらっしゃいますと、お仕事が緩和ケア医ということですね。はい、緩和ケア医の先生をされています。で、趣味が馬ってあるんですけど、先生、馬ってどういうことですか？はい、これ、はい、いやもうね、もうこの私の風貌を見ていただいたら、もう多くの方はいや、なんか上品で高尚な雰囲気あるから、乗馬って思われるでしょうけども、いや、私は乗る方ではなくて、買う。それも、馬主ではありません。馬券を買う方でございます。馬券をね、馬券を買って、はい、国に納税する方ですよね。はい。もう、だいぶ JRA、それからね、お国に、寄付を、結果的にですよ。最初からこれは寄付も目的じゃないからダメなんだけど、はい、寄付してまいりました。寄付してまいりました。何十年。はい。はい、何十年。ありがとうございます。国民のために、はい、寄付を。はい。それでですね、はい。がんの種類はジストというもので、はい。先生、ジストって簡単に言うとどんなものですかね？はい、まあ、これは、聞き慣れない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、悪性腫瘍は悪性腫瘍ですね。これは英語の頭文字を取って GIST、GIST って言うんですけど、まあ、いわゆる日本語訳で言うと、消化管間質腫瘍という、まあ、悪性腫瘍の一つです。まあまあ、10万人に1人2人という頻度と言われているので、割とこう、稀な部類にはあるんですけど、まあ通常、まあがん、まあ治療も抗がん剤を使うもんですから、まあがんの中の一つという形で言われています。ありがとうございます。はい。そのステージが4、まあハイリスクということの肝転移といったところで、先生、これステージ4ということで、いわゆる末期になるのでしょうか？その、まあこれもよく言われることなんだけど、そのステージ、まあ1が一番、まあ軽くてというか4が重いと。そうすると、ステージ4イコール末期終末期っていうふうに捉えられがちで、実際もちろんそういう方も中にはいらっしゃるんですね。どういうことかっていうと、肝臓の転移もですね、その私の場合には、まあ、はっきりしているのは幸いにも1箇所。まあでも疑わしいのはゼロではないので、もしかしたら2個以上複数個あるかもしれないんだけど、画像上言われているのは今もそうだけど、まあ、箇所なんですね。そうすると、何でもそうだけど、転移って、その、いくつも転移してくるより、やはり、数が少ない方が、程度は、まあ、いいわけじゃないんだけど、多いよりはまだいいということで、どうしてもその、終末期、末期の方になると、やはりもう2個、3個、それ以上と。ただし、繰り返しますけども、その、ステージと、いわゆる末期とは、その、イコールではなくてですね、まあ、末期の定義も難しいと思います。まあ、要はもう、それこそもう余命行くばくもないかもしれない。場合によってはもう、どうでしょう。その1ヶ月とか、半月、1週間っていうところだと、もう末期になるのかもしれません。でも、ステージっていうのはあくまでも病気の進み具合ということですので、私の場合は、まあ、幸い今のところは、いや、わかんないですよ。こんなこと言っててね、もう1ヶ月。わかんないですけど、自分の中では、まだありがたいことに動けてるし、今日もこうやって話もできてるので、末期ではないと思っています。はい、いえいえ、末期ではない。そのね、ステージ4イコール末期と思われる方も、多くいらっしゃるので、はい、ちょっとその説明をしていただきました。ありがとうございます。とんでもないです。はい、で、告知年齢は54歳で、今の年齢は56歳ということで、2年前にも告知を受けて、今、化学療法だったり、手術をされているということになるかと思います。では、早速なんですけれども、大橋先生、まあ、今日は大橋さんということでお呼びしますけれども、大橋さんのですね、はい、ペイシェントジャーニーを振り返っていきたいなと思います。こちらになります。ドン。
ね、結構紆余曲折で前半戦は結構マイナスなことも多いかもような形になりますけれども、ざっと振り返っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、まず大橋さんはですね、はい、緩和ケア医として勤務をされていたということですよね。はい、緩和ケア医として勤務をされていて、まあその時は良かったというか、まあ良かったけれども、はい、下がっていくことになります。少量のそばで。これどういうことですか？少量のそばでというのは。はい。私の場合、その、まあ、ジスと腫瘍は胃にできてたんですね。で、まあ、結果的には胃から大量の出血、それも血を吐くのではなくて、お尻から出る下血で分かりました。で、まあ、それはもう忘れもしない、その2年前のある月曜の早朝、多分3時か4時か2時か、そのあたりだったと思うんですね。で、その前日の晩に、まあ、蕎麦を食べたっていうことなんです。そんな蕎麦の一杯なんて、もうどうでしょう。そんな10分、いや5分、もう2、3分で食べれてたと思うんです。ちょっと大げさかな。で、それがですね。ちょっと大げさ。はい。だいぶ大げさ。すいません。前日の晩はですね、まあ家で、夕食をとりまして、嫁さん、まあ、いつものように蕎麦持ってきてくれてですね、食べれなかったんですよ。もうその、食欲も今にして思えばあんまりなかったんでしょうけど、それ以上に、もう一口入れたらお腹、まあいいですよね。すぐ張ってきたんです。というか実際にはもう振り返ると、おそらくその時に出血があったと思うんです。で、いいってその、まあ、いわゆるその風船みたいに膨らむわけですから、いくらでも。そうするとかなり膨らんでたところもいっぱいいっぱい、まあ、液体も溜まってるんだけど、そこに蕎麦が入ってきてももう入らないっていう状況だったんじゃないかなということで、もう少しの少量の蕎麦でもう満腹になりました。満腹だったっていう。ありえないってびっくり。まあ、それも。ありえない量で満腹になったと。はい。はい。前日の晩です。前日の晩。はい。その何の前日かというと、下血。はい。はい。から激血していくということで、激血って先生、激血ってあれですよね、はい、おしもから血が出ることで合ってますでしょうか。合ってます、合ってます。そのおしもで、まあ、いわゆる消化管なので、まあ、いわゆる、お尻肛門から出血、ただし、どうかな、その赤い血が出るのも激血だし、私のようにその胃から出るとその間を通ってくる中で、まあ、黒っぽく色が変化するんですね。なので、黒い便、よく黒色便とか、タール便、まあタールっていうのに例えて、タール便っていう言葉があるんです。そういった黒い便が大量に出た下血でした。黒い便が大量に出たということですね。はい、その時、はい、すぐ分かりました。なんか、おかしいなっていうのは。なんか、岸田さん、鋭いとこつくなぁ。それね、すぐ分からんだんですよ、正直。医者だったというか、医者なのにと。どういうことかと言いますと、その、繰り返します。その、多分3時頃だったと思うんですけど、トイレに、まあ、要はお腹張ってきて、急に便意を催して行ったんですね。でも、トイレ駆け込む、もう本当に電気つけるかつけんかの状態、つけたんですけど、もう行って、もうシャーッと出たわけですよ、お尻から。だから感覚的には大量の下痢なんですね。感覚的には。で、うわ、いっぱい出たなっていうことで、で、ちょこっと収まりましてね。で、ふっと、まあ、洋式トイレとは言っても水流すときに、ふっと便器を見たら、黒かったんですよ。黒いんですよ。あらま。黒い。って思うだろうと、なりますよね。でも、まあ、動転してたんだと思うんですけど、その時はですね、正直あまり思わなくてですね、うんうんうん、ここで、蕎麦食べましたよね、前日。あまり食べれないんですよ。はい。あんまり食べれてなくて、でも、いわゆる蕎麦、あ、特に、いわゆるザル蕎麦系だったので、海苔にね、かけてるでしょ、海苔少々。あれ、今日の海苔、ノリで黒なってんのかなとか、いやいやいや、ノリでは、ここはね、ちょこっと冷静で、ノリで黒ならんやろと。でも、イカスミパスタも食べてないよ。いや、あれ蕎麦やったなとか。で、まもなく、まあ、もうトイレから部屋に戻りましてね。で、いやーって考える間があるかないかで2回目の波がやってきたんです。第2波でございます。
第2波。でも第2波のが大きいですよね、今もそうだし。うん、コロナにくっつきましたね、はい、第2波。はい、すみません、もうこれはですね、同じぐらいか、もしかしてそれ以上出たと思うんですね。さすがにその時は、まあ、医者っていうほどでもないんだけど、冷静になって、ああ、もうこれは出血したなと。で、それも黒いから、まあ、ここはまあ医者の端くれである以上、その、お尻に近いところだとやっぱり赤い出血になるんですね、下血に。でも、黒いから、だいぶこう、霜から言うたら上の方。で、食道とかからね、もう出血した場合、やはり血吐く方が多いんですよ、吐血の方が。なので、胃のあたり、出血。で、まあ、ね、出血だとよくその胃潰瘍っていうのでも出血することはあり得るんですね。だけど、通常、潰瘍っていう病気は少し壁がこう、惚れてくる。よくその、口の中に口内炎できると白く、なんか、ちょこっと穴っぽくなって痛いですよね。痛い。痛い。あれと一緒に、胃潰瘍、痛いこと多いんですよ、胃潰瘍。はいはいはい。全然私、痛みなかったので、いや、もうこれはもう間違いなく、胃の腫瘍、悪性。で、まあ、やはり胃の悪性腫瘍といえば、もう代表的なものは胃がんですから、もう、100% 胃がんだろう、胃がんだなと。いうことで、その時点で私は腹をくくりました。うわ、2回目の下血の時。すごい。2回目の下血で、黒い、大量、そして痛くないみたいなので、胃がんだみたいな。そうですよ。医者ですからね。私、昭和63年卒業の、まあ平成、ね、当時30年に発病したので、30年間医者してきたんですよ。それはもう違うはずですよ。でも、誤診でしたよね。癌じゃないから。どういうことどういうことえ、それ、あれですか、じゃあ分かっ、ここから分かっていくんですかね。ちょっとじゃあ、次の、はい。はい。そこから、はい。誤診ということはどういうことやろう。はい。まあ、はい、議決して、ちょっと上がっていくんですよね。それはなぜかというと、はい。ちょっと待って、はい。入院していく。あ、入院していって、入院したんですね。もうそのまますぐ。でもね、その日、3時、2回目も4時ごろ、まあまあ、これ2回目の下血の時は少しもう止まったんですよ、はい、下血は。で、はいはいはい、もうただならぬことは腹くくったわけですよ。出血してるから。で、入院するとね、やっぱりこう患者ですから、安心しました、私は。ああ、もうこれで、うん、もうとにかく、もう任せて、信頼して、まあ同じ病院、勤めてた病院でもあるので、もう任せようと。丸投げとか意味じゃなくてね、信頼して任せようということで安心して、ちょこっと上向いたこのピンク色、あ、赤色ですね。はい。ありがとうございます。入院です。その後、下がっていきます。何かというと、がん10センチということで。はい、さっきがんじゃないっておっしゃってました。あれ？どういうことですか？これ、うん、って思われた方あるかもしれませんが、まあ、これも、ちょこっと説明させてください。その、よくね、その、胃がんっていうのは、まあ、これ、いわゆる、こう、組織分類といいますか、その、医学上の分類で、まあ、がん細胞があるんですよ。それが、まあ、胃がんですよね。でも、がん以外にも悪性腫瘍っていうのはいくらでもありまして、そのうちの一つが、まあ、消化管間質腫瘍のジストと。いうことだったので、で、まずですね、私、先ほどの誤診っていうのは、いわゆる胃がんではなくて、胃ジストだったんですね。はい、 はい、はい。まあ、このジストっていうのが、私の頭の中には、なかったんです。まあ、頻度が少ないっていうことは、まあ、免罪符でしょうけど、まあ、何せもう、もともと内科医だったんですけど、その発病当時はもう緩和ケアで、どうかな、もう15年ぐらいやってきてたので、まあその、まあこれ言っちゃダメなんでしょうけど、その詳しいその癌の種類がどうこうっていうよりも、もう、やはり、まあ悪性腫瘍の患者さんの、まあどちらかというと週末の方を見るというか、に関わるところでずっとやってきてたもんですから、まあやはり胃の悪性腫瘍だったら、まあ癌が多いしそうだろうなと。でも実際にはジストという、まあ別の悪性腫瘍で、さらに、はい。まあ、通常がんって小さいサイズで見つかる方がいいですよね。やはり早期という、早い。それがまあ10センチの腫瘍だったということで、うん、まあ、へこみましたね。10センチの腫瘍。10センチってなかなかやっぱお目にかからない感じですか？いや
ああ、もうこれもね、その、まあもちろん病気っていつできてる、できたっていうのは振り返っても難しい部分があります。ですから、例えば私、その、もし健康診断的、あるいは人間ドックのようなものを受けてたらね、この出血ではなくて、例えば10センチでもなく、場合によっては5センチとか、で、実際ジストはですね、健康診断、検診で、まあ健康診断はこれじゃない、検診とかドックで見つかること多いんですよ。その症状が、やはり、大きくなると私のように出血が、現れてくるんだけど、それまではもう私も全然なかったですから、その自覚症状が。そうすると、人間ドックや、まあ、いわゆるその、検診なんかで何か、最終確定診断までは無理でも、E のあたりに何か腫瘍があるぞと。いうことで見つかる方の方が多いんです、現実には。そうすると、10センチということはもう、なんとかの不養生じゃないけど、検診、あ、きちんと検査を受けてたのと。決められましたね。治療の診断の結果、ハイリスクだったということで、そして、はい。この標準治療、分子標的薬のグリベックをやっていったということですよね。はい。そして、その中で、こう、停滞期が入っていくと思うんですけれども、はい、この中では、はい。食欲不振、白血球の低下、そして消化液の逆流というものがありましたと。これらは結構、副作用として出てきたということですよね。はい。このグリベックという、まあ、ジストの、まあ、抗がん剤治療といいますか、その治療薬に使う薬はですね、まあ、他の、疾患、悪性の病気にも使うので、もしかしたら、こう、グリベックを飲んでおられる方いらっしゃる、かもしれません。で、比較的ですね、抗がん剤の中では副作用、ゼロじゃないですよ、もちろん。ゼロじゃないんだけど、比較的少ないと言われている薬でもあるんですね。だから、私、その、治療が始まるときに、まあ、これもどこの病院もそういうこと、今多いと思うんです。薬剤師が説明してくれたときにですね、まあ、知ってる薬剤師ですね、同じ病院だから。いや、先生、これ、グリベックは比較的副作用少ないからいけますよ、大丈夫ですよって励まされて、あ、そうか、思って始めたんですが、私にはきつかったという副作用出ましたね。まあ、食欲、まあもちろん胃がないということも関係してると思います。食欲は出にくい、とか出ない、吐き気もする。で、まあもちろん白血球も下がりやすくてですね、通常の標準の治療の方法の、まあ、どうでしょう、その、まあ、三分の一というか、きちんとやっぱりできないと、うん。その中で、まあ、やはり、これも、これは言いがないことが大きいと思うんですね。その胃の入り口に腫瘍10センチができてたから、まあ、胃がほぼ全摘と。と、食道と胃の間のキュッと閉まるところももう取ってもらってるので、下からの液、まあ、胃液というよりも消化液がですね、上がりやすい状態なんですね、普段からでも。で、それも結構私は、それにも苦しめられましたね。はい、ありがとうございます。まあ、そんなね、副作用と戦いながらも、そしてちょっと上がっていきます。それは何かというと、食べなくても生きていける。なんか、極論、なんか、これもね、これだけ見たらおかしい。いや、食べんなら見られんやろ。おかしくなったのかなっていう。当たり前ですよね。で、もちろんそうなんですよ。食べなくてもっていうのは、全く食べなくて生きられるとは私も思ってないんです。で、これもね、まあ、ある意味というか、その患者がですね、こういうふうに実感してるっていうことをお示しできたら嬉しいんですね。どことかで言いますと、まあ確かに食べられなかったんです、以前のように。もう本当に、これちょっと言っ、ちょこっと言ったような気がするんですけど、今日もね。その、とにかく人よりも多く早く食べるのがプチ自慢の私だったんです。はいはいはい、で、体重は100キロ優に超えてる。まあ40キロは減りましたからね。ね、標準でしょ ?173 センチで100引く40やったら、だいたい標準系ですよね。いわゆる。でも、そうじゃない。私は前の体型気に入ってたから、ダイエットなんかしたことないですよ、もう。大好き。まあ、見栄えは悪かったでしょうけどね、いろんなとこが出て、ズボンもついて。自分は気に、ここ大事です。感じる人が、自分がこう気に入ってるというか、思ってるときは、まあ、これちょこっとその緩和ケア目線で話をさせてもらうと、患者の自主性とか自立が保たれてるわけだから、苦しくないんです。
ええんです、うんうん。で、話を戻しますとね、前のようにはもう食べられない。当たり前です。もう胃がないから。で、抗がん剤もしてると。と、具体的に振り返ると、まあ、何回か分けて食べることを強いられるか、勧められるんです。胃のない方はね、やはりすぐ張るから。で、1日に、例えば朝昼晩食べてた人だったら、もうとってもその無理なので、まあ、倍にかけて、1日6、5回か6回で少量ずつ行きましょうっていうのは、どこの本、もう家庭の医学本にも書いてあります。でも、その1回あたりもですね、例えばスプーンで言ったら、1さじ、2さじいけるかどうかなんです。ちょっとこれ、なんか具体性に欠けるので、今ふと思ったのは、その、飲み物で言うとね、ヤクルトありますでしょ、ヤクルト。はい、ヤクルト大好きです。はい。ヤクルトは多分、これ、三重県でも東京でもサイズ一緒やと思うんですよ。あ、あれ、ね、一緒でしょ？いや、どうかな。そうです。やっぱり同じだと思います。同じだと思います。いや、あのね、今、すみません、もう最近あまり飲んでないので手元にないんですけど、80ミリリットルなんです、ヤクルトって。うんうん、あれの一本が飲めないです、一回あたり。一生あたりというか。半分いけたらええかどうかで、それも時間かけてですよ。で、なかなかですね。もうすごく焦ってたんです。要は抗がん剤が始まってるし、明らかにその手術の後、抗がん剤が始まった時点では転移はなかったんです。画像上はですよ。でも、抗がん剤が始まるにあたって、これは当たり前だけど、やはり、こんなに食べれんでは体重もどんどん、どんどん減ってたし、その頃。もう、副作用に耐えられないかもしれないし、何せその抗がん剤の治療自体もこんな体力下がってきたら効きにくいんじゃないか。いや、やっぱり食べなきゃ食べなきゃって。自分も焦るし、やはり嫁さんも、まあこれは焦るというか心配してくれてですね、なんとかあの手この手っていう、やってくれてたんだけど、もうなぜ食べられないと。で、そんな時はもう嫁さんにも、まあ当たってましたね。そんなに持ってきたって食べれへんやろっていうことで、声を荒げたりですね。で、それが、もう、8、9、10、11と続いてきて、半年ぐらい経った12月、その年の2年前の暮れですよね。これ何気なくふっと思ったんです。誰かに何か言われたわけではありません。ふっとですね、半年生きてきたよなーって思ったんです。で、そこに、あ、これ食べなくてもって、まあ前のようになんですけど、前のように食べなくても生きていけるんやと。じゃあ焦らなくていいよなーっていう、人間やっぱ焦るとダメだと思うんですよね、何事においても。焦らなくてええよなーって思えたことが、随分気を楽にしましたね。私の気を楽にしました。はい、そういった形でこう上がってるってことですね。はい、ありがとうございます。そっから、残念ながらなんか急転直下している感じが見えるんですけれども、それが、はい、こちらになります。寒天維の、はい。これは、まあ、まあ、これ具体的には2019年の4月なんですね。その1、2、3月と割と上向いてきて、元気出てきてた時に、肝臓転移が分かります。まあ、CT で分かりましてね。で、まあ、めちゃくちゃ凹みました、これは。で、その凹んだ理由は、まあ、2つあります。1つはですね、まあ、これ、もちろん主治医ももともと知ってる、まあ、まあ、顔は違いますけど、ある意味同僚ですよね。で、説明してくれる中で CT 一緒に見てきましてね。で、今ってその電子カルテだから、どこの病、ほぼそうだと思います。CT もこう、だんだん頭の方からね、足の方に、こう、上からだんだんこうスキャンしてきたのを、こう、画像上示されてですね、スクロールしてきて。で、まあ私、肝臓の上の方、後ろの上の方にできてたもんですから、できてるもんですから、ふーっと止まるわけですよ、その、今までなかった影が。まあまあもう一見して悪性腫瘍の肝臓転移と。もう本当に私でもわかるというか、その、要は、がん専門医じゃなくてもわかるもっていうと、もしかしたらもう医者じゃない、いわゆる医療者じゃない人でもわかるかもしれません。それぐらい典型的に、まあ腫瘍があるってわかる写真やったんです。で、その写真を見た時ですね。わかりますよ、私も。もう肝臓転移やと。はい、で、真っ先に浮かんだのが、ああ、これは俺の肝臓なんやな、肝臓なんやっていうことでショックやったんです。で、
まあ、これ緩和ケア医として15、6年。で、医者歴で言うともう昭和63年卒業なので、まあ30年以上ですよね。と、多くの患者さんの CT 写真は見てるし、説明もしてたし、もっと言うと医学部のこう実習の時もね、患者さんの写真って見てたから、もっと言うと何百や何千倍だ、何万回、何万人じゃないですか、何万回見てたと思うんです、写真。でもそれは、やっぱりもう失礼な言い方ですけど、他人の写真ですよね。人様の肝臓の、いわゆる悪性所見。として見てました。でも今回のは誰あろう、己の肝臓、しかもその肝、要は悪性腫瘍ができてる肝臓の写真を見てるわけなので、やっぱり違うんですよね。私の、もういわゆる悪性写真が写ってるわけです。これはまあ、凹みますよね。そしてもう一つ、まあ、これはそれ以上に凹んだのは、まあ、手術、そして抗がん剤と。まあ、確かにその、量を減らして続けられてきたとはいえ、まあ、しんどい治療をやったわけです。その4月の時点でも。まあ、グリーベックって基本毎日飲む薬なもんですから、まあ、とても毎日無理だったんですけどね。やはり休薬休まざるを得ない副作用が強くて休んでるんだけど、まあ、でもそれなりに、私なりに頑張ってきた合計10ヶ月にもかかわらず、転移したわけです。つまり、まあ、治療を聞いて、やってたからね、そんで済んだっていう意見もあるでしょう。でも、それはもう、そんな飛んでるから私患者って、ね。そうですよね。ずっと治療してるわけですもんね。はい、治療してきたにもかかわらず肝臓を転移したってことは、あ、この治療の意味なかったな、なかったんや、っていうことで、凹んだんです。こんだけ頑張ってきたけど、肝転移しちゃったぞ、ということで、ショックだったってことですね。病の意味なかった。この意味ないって思うときって人間相当苦しいはずなんですね。これまあ病気に限らないと思うんです。もうそれこそ生きる意味がないとか、仕事の意味ないよっていうことを、もうまさに、特にまあコロナ禍でね、すごくその意味を失ってる方大勢いらっしゃると思うんです。その方も同様に苦しいと。もう本当にまさにその、凹みましたね、ここ。さあ、そしてそこから上がっていきます。何があったのか。どん。あ、すみません。ごめんなさい。もう一回お願いします。はい。そこから上がっていきます。何があったのか。はい。あ、分子標的数点と、はい。まあ、そうは言っても、はい。グリベックで、まあ、効果がなかった、ないだろうっていう方に、まあ、数点とという薬が、まあ、ジストにはあるんですね。で、確かにグリベックよりは副作用が強い。です。強いとされてるし、私も今も続けてる、おかげさまで続けられてる、この薬、副作用強いんですけど、まあやはり治療があるということは、まだその治療を頑張るという自分もいるので、そういった意味で、ここまで、まあ上がってこれましたね。まあまたこの数点で頑張るぞと。次の治療頑張るぞということで、上がっていくということですね。はい、そしてそこからまた上がります。パシッチ。はい。これね、まあ、聞き慣れない言葉だと思うんです。で、要は、その、この肝臓転移が分かったとき、もう本当に患者になってますから、私。医者だというふうに冷静な意識のもとだったら、多分その質問は主治医にしなかったと思います。でももう完全に患者ですから、先生、これ私、数点と勧められたときですよ。もう転移が分かったときに数点とという治療があるよって言われたときにですね。どれぐらい生きられます？数点としてって。思わず聞いてた自分がいるんです。はいはいはい、はい。で、まあ、まあ、主治医もすごく誠実に、もう関わってくれてるんですね。で、その時も、まあ、正直にですね、彼、まあ、いや、でも先生言うてくるんですか？私のことも。先生、これデータも少ないですよ。実とやはりね。まあ、数の、そんなに多い患者さんの数じゃないっていうこともあってですね。で、実際その手術して、グリベックして、で、9ヶ月のグリベックの治療の後、肝臓転移が来た人、数点としたらどれぐらいって、そんなまあデータないですよね、考えてみたら。なので、正直やってみないことにはわかりませんと。でも数点とで聞いてる人もあります。まあ、それも事実なので、やっぱり余命なんてわからんよな、と言われて、
で、ふっと家へ帰ってきてからですね、まあ一週間ぐらい凹んでたんですよね。で、その間に思ったのが、いや、でも、嫁もし分かってね、言われたとしましょう。仮の話ですよ。じゃあ、例えば嫁1ヶ月と言われるよりは半年。いや、半年と言われるよりは1年。いやいや、3年と。言われる方が、なんか長いから、時間的にね、その、いわゆる物理的な時間として、時間的に長いから、まあ、いろいろこう、やれることを、まあ、場合によっては、その、やりたいこともっていうふうに思ってたんです。それまで。で、思われがちですよね。で、ふーっと思ったんです。でも、嫁って、じゃもし3年と言われてどうなの？まあ、3年と365×3ですよね。まあ、大体、大雑把に言うと1000ですよ。ところが、もし余命が1000日と、まあ、言われてというか分かったとしたならば、でも今日、明日、明後日と生きれば、1、2、3は必ず減っていくんですよね。まあ、ある意味、カウントダウンになるわけです。はい、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 はい。なんでちょっと嬉しないなって思って、だったらもう、どんな状態であれ、生きていく時間足していった方がいいなって。ね、その、まあ、先ほどのね、その、私の趣味、乗馬でしたよね。あれあれ、いやいや、大間さんもあってるけどね。それはその、いわゆる投資の方でしょ、うん、まあまあ、要は掛け事ですよ。掛け事だって、まあ、例えば今日の、持ち金はじゃあ5000でいくぞってなってった時にですね、どんどん減ってったら、なんか嬉しくないですよね。どこかで当たったら、それが1万円でもなったら嬉しいでしょ。やっぱり、私、本質的にですね、引き算よりも足し算の方が好きなんですよ、本質的に。まあ皆さん、そうやってですね。借金以外はね、足し算の方がええと思うんですよ。じゃあもう一日一日足していこうと、単純に。そしたらその余命関係ないですよ、どれぐらいなんて。少なくとも、いられた日までは足されていくわけやから。っていうことで、じゃあもう足し算命で生きていこうっていうのを、まあ、偉そうにも思った次第です。ああ、いや、すごい納得です。そういうことですね。なんか、やっぱり余命、ね、余命、そう、1000日からやっぱ減っていくってなると、うわ、あと900日切った、800日切ったとかなんかね、その本当に、それこそストレスになりますもんね、そっちの方がね。でもこれもね、岸田さん、本当に人それぞれやと思うんです。その余命を聞いて知って、すごく前向きにその時間を生きられる人もいるでしょうから、まあ、あくまでもこれは、ね、この、ごなんがノートで言うのは本当に失礼ですけども、もう通販の世界ですからね。ここ大事ですよ。通販の世界。どういうことですか、それ。通販の世界って。心は。どういうことですか。何や。通販の、こう、文句って岸田さんなんか出てきます？今ならこの価格。あ、こっち来たな。それもあるな。要はね、なんかちっちゃい書いてある、なんかこの辺にね、この辺にちっちゃい出てくるのあるでしょ、この端っこの方に、ここ、なんかちっちゃい、こんな字読んでないよっていうので出てくる文句はありません。あります、あります。あの、個人差があります？そう。もう、要は、効能効果を示すものではありません。一個人の感想ですってよう書いてあるでしょ。書いてる。そこです。その、一個人の感想ですから。でもね、この一個人の感想もね、意外と大事なんですよ。この癌を生きていく中で。だから、もちろんその、話ずれますけど、その、標準のね、治療ってあると思うんですよ。もうそれはそれで抑えなきゃいけません。それも原則です。でも、それがうまくいってる人はそれでいいし、なかなかうまくいかない人って、じゃあ、感想じゃないんだけど、一個人個人。つまり、究極のオーダーメイドになると思うんですよね、私は。治療においても。だったら、その治療はね、まあ私は医者だけど、でも患者としてはもう治療はもう主治医はじめスタッフにもう一任してるから、それは自分どうこうするつもり全くないので、でもそれ以外のところで、例えばそのちょこっと気楽にするとか、ものの見方、価値観ちょこっと変えるだとかは、自分でやれるものはやりたいんですね。で、その一つが、その余命云々よりもまあ一日一日足していこうよという結果でございます。はい。ありがとうございます。CT で変化なし。これも画像上で、特に。3、4ヶ月に1回撮ってて、5月か6月だった
ったかな、前回撮った時にも、まあ、まあまあ、なんとか、その、どんどん腫瘍が増えてくる、大きくなってくるという意味での変化なしですね。まあ、残念ながらで悲しくな、腫瘍がなくなったわけではないんですけど。はい、ありがとうございます。そしてちょっとだけ下がります。救急車で運ばれ、どうしたんですか？しかもちょっとだけなんですね。運ばれるって結構なかなか。これね、すごい。腹痛を、きたしました。その、突然のと言いますか。もともとですね。まあ、でも、お腹の痛みって別にこう病気ない人でも時々痛くなることあるでしょ？その、それこそ、腸がなんかちょっとこう、ね、動きすぎたとか、あるいは動き収まったとか、弱まったとか、だから便秘とか下痢でも痛くなることあるので、大体の痛みっていうのは、これは50何年生きてきたら経験してますから、これは収まってるかな、これは大丈夫かなっていうのはあるんですけども、で、まあ、そうかどうかは別にしても、やはり肝臓に転移があるということで、右のね、肝臓って右のお腹の上にありますから、そういうの痛みはあるんです。あったしあるんです。でも今回はですね、これ先月の、下旬なんですけど、ちょうどおへそのあたりがですね、差し込んできまして、ある、木曜日の、これぐらいの時間ですよ。まあ夜と言います。痛くなってきました。でも、まあ収まってっかな、やられっかなと思って、そのまま行ったらもう火開けてです、僕まさに、あの出血を思い出さんばかりの2時か3時ぐらいにものすごい痛んだったんです。はい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 。でも、また同じことを考えたわけですよ。これ今行ってもなぁ、これ夜中だし、これでもだいぶ痛いんですよね。でも、ちょこっと収まったんです、幸いにし。で、朝を迎えまして、で、どうしよう。いや、でもこれまあ、このまま見ていこうかと思って、また痛なってきましてですね。もう8時か9時頃、もうこの時はもう我慢できずですね、病院に行こうと。でも、もうやっぱこれ自分では無理かなっていうことで、あの出血の時でさえね、つこてないんだけど、うんうん、お世話になりました。人生初めて。お腹が痛かったのに。救急車、ね、乗ったことありますよ。もちろん患者さんをね、搬送というか、うん、ある病院に、こう、自分の病院からこう、こうお送りするときにですね、医師同乗が必要ってことよくあるので、それはあったんですよ。救急車に乗ったことあるんですけど、自分が患者として、ストレッチャーに、こう、ぐるぐる巻きストレッチャーにこう、運ばれたっていうのは初めて体験しました。これは癌の影響だったんですか？この。そうですね、幸いにして、まあでもこれ、その、この時は詳しい癌の検査もちろんしてないんですよ。緊急を要してるから、あくまでもその、ご存知の方もあるかな、その、お腹の痛みで緊急を要する言うと、どこかのその、腸がもう裂けたりして、いわゆるもう、中の空気や液がもう中の中にダダ漏れになるような、いわゆる腸管、まあ、消化管穿孔っていう、穿孔っていうのがあったり、あるいは腸閉塞。もうこれはもう緊急を要する、はいはい、治療として緊急をする場合があるんですね。でも、それは幸いにして、なかったんです。血液検査、CT 取って。だからまあ、まあ主治医も本当に、いつもお世話になってる主治医、これ予約外だったんだけど、まあ最後見てくれてですね、おそらくまあ手術、割と大きな手術を私受けてるもんですから、と手術の中の、まあ腸閉塞までいかないんだけど、まあちょこっとその腸と腸の流れが悪くなって、まあちょっとひっついたり、どっかに入り込んだりして、まあある意味その、よく、これ昔、もう今はそういう言葉使わないんですけど、その脱腸って言ってですね、足の付け根に腸がこう降りてくる、まあいわゆるヘルニアですよね。ああいうものが、あれは外に出てくるヘルニアなんですけど、お腹の中に起こったのかな、まあそういう可能性はあるので、大橋さん、いや、先生言われたかね、やっぱり。先生、痛いときは、夜中でも来てくださいと。いい先生。我慢、はい、言われました。まあ、その時ね、はいろいろ調べてもって、痛みも痛み止めの点滴打ってもって、まあ、ゼロにはならなかったんですよ、その時。まあ、随分和らいでですね、なんとか変えることができました。はい、ありがとうございます。そして、だんだんちょっと上がっていきます。これは、はい。治療継続ということで、治療継続。今、うん、
この数点とか、まあ、まあもちろんその予定通りというか、スケジュール通りいかないこともあるんだけど、まあ1年4ヶ月余りですね、続けてこられていて、現時点では、もうそれはわかんないです。今度検査して、っていう結果になるかもしれないんだけど、現時点では治療を続けられるということは、まあ、治療を頑張れてるという自分がいて、この状態です。はい。ありがとうございます。はい。このね、すごいいろんなペーシェントジャーニー、このね、本当に、長い旅路を、ご説明いただきました。がんの経験から学んだこと。はい。このがんの経験から学んだこと、大橋先生はこのようにおっしゃっています。どん。お願いします。いや、これですね。もう、まあ、繰り返しなんですけど、とにかく、はい。もう、足し算命。はい。足し算命。はい。いえいえ、もう、まあ、余命のことですよね。まず、あ、気になりますよ。私も患者やからね。でも、それって、基本的に、これ、医者目線で申し上げますと、やっぱ分からないんですね。あくまでも数字は数字です。その疾患から出す、まあ、データから出す値、まあ、平均値というか。じゃあ、患者として気になるのは、俺の余命ですよね。私の余命。それって医者にも分からないんですよね。だったら、うん、まあ分からないことを気にしてもきりないなということで思い始めたのが、あの肝臓転移を言われたショック、へこんだ時に思ったのが、一日一日足していこうと。そうするとどうでしょう。それって絶対増えていくわけですよ。必ず。これは増えます。はい、はい。野球で言うたら、打率や防御率じゃないんです。ほう。ホームランの数、ヒットの数、勝利数です。これ絶対増えますよね。増えます。そっちの方が、はい。私は嬉しいんですよね。だから、まあ足していく。どうも一日一日、本当にどんな形でも生きていたら、増えていくもんですから、これが随分私の気を楽にしてるんです。で、人間ってね、やっぱり、そ、体も楽になり一番いいですよ。でも、まず、気楽になると、いや、ちょこっと体も楽になってくるんですよね。不思議なことに。そうすると、まあ、やる気も出てきたり、まあ、途中でも少し売れました。もうこれ、意味ないよって思ったら苦しいですよね。こんなことしな、意味なんの。でも、やる気出てくると、なんかこう、生きる、まあ、大げさに聞こえるかもしれません。でも、やる気出てくると、まあ、生きる意味であったり、生きがいも生まれてくるんですよね。そうすると、やはり病気、それ一番いいのは私も実と亡くなってほしいです。でもそれはまあ、亡くならないならば、亡くならない中でも、生きる意味、生きがいは見つけて生きていきたいなと。まあ、なぜならば、己の唯一無二の己の命やからです。誰のものでもない私の命やから、やっぱり生きていきたいなと思っています。いやー、もう大橋先生の本当に言葉、本当に心に染みます。なんかやっぱね、本当、引き算じゃなくて、やっぱもうアベレージヒッターじゃなくてホームラン王、もしくは打点王やな。はい。なんかね、いや、その方が、いやいや、もちろんね、私野球選手じゃないから、あの方々がどうこうっていうことないです。もしでも自分が野球選手やったら、いわゆるその打率とか防御率よりも、やっぱりその積み重なっていく、数の方の記録の方が自分には劣るやろうなと。それは減らないからです。ありがとうございます。はい。その言葉をいただいて、はい。今日のがんの富に、終了していきたいと思います。どうもありがとうございました。私こそどうもありがとうございました。